投資の可能性をすべての人に、小玉です。今日は日本株暴落中に大口投資家が密かに買いを入れている高配当株3選というテーマで動画をお届けしていきます。日本株はじめ完全なるですね、株安リスクオフ相場でして、日経平均もそうですし、これまで強かった米国株に関しても S&P500 は今年8月の高値からですね、すでに 10% 以上下落してますんで、少なくともね、形を見ても地合いがいいとは言えませんし、下落調整局面に入っていると言って差し支えないでしょう。今週は重要指標の発表も複数ありますんで、かなり警戒感が強いんですけども、ただ一方で業種別に見ると、ここ1ヶ月ほどの下落相場の中でも買われているものもありまして、例えば先週は日本株市場が急落する中で、東証33業種のうち上から順にパルプ、紙、空運業、小売業と、全体的に買われている株もありまして、こういった状況だからこそ次のですね、長期目線で銘柄選択をしたいところです。特に大口投資家がですね、買っている銘柄もありまして、今回は日本でも最大規模の証券グループである野村証券が、直近買い増し、保有割合を高めた、3社、それも高配当株について取り上げていきたいと思います。野村証券は日本の証券界の雄であり、SBI や楽天に抜かれるまでは、口座数で第1位。抜かれたとは言っても資産額で言えば国内でも圧倒的な規模を占めていて、野村証券自身が株主となって多数の銘柄にも投資をしています。で、株価がですね、割安であったとしても、そこを狙うのはいいんですけども、結局最後は、投資した自分のマークと同じく、大口資金が買ってこないと、結局株価というのは上がりません。その意味でも、大口投資家の動向は言うまでもなく大事ですし、今回はその中でも代表的な野村証券が直近10月後半に買っている高配当株について取り上げていきます。状況としては決してですね、いい会社ではないんですけども、そういった時期だからこそ、銘柄選択の参考になると思います。ぜひ最後までご覧ください。大口投資家が最近買った株、その1が5706の三井金属です。特に亜鉛の三井として世界的な非鉄金属メジャーであり、銅箔、機能粉、電池材料、基板などに使われる薄膜など、機能材料事業に加えて、金属の製錬、資源開発、自動車用部品の製造販売、レアメタル加工物など、金属製品周辺の材料をですね、多数製造しています。直売を中心に複数の自動車製品で世界トップシェアを占め、直近ではですね、他社と組んで全固体電池の研究も進めています。直近ですね、野村証券は10月23日時点で保有比率をおよそ 1% 増加しまして、時価総額にしておよそ20億円程度、買い増しを行っています。で、この三井金属のですね、チャートを見ましても、9月末は、下落しましたが、10月は、結構堅調でして、さらに長いスパンで見ますと2018年までに急騰したんですが、そこからこの通りですね、だだ下がりだったんですけども、その後回復して株価もですね、3000円を割ることなく、保ち続けています。時価総額は2200億円と、大型ではないんですけども、日経225採用銘柄であり、配当利回りも 3.62%、PBR も 0.88 倍と、割安なセクターにですね、入ってますね。ただ直近のですね、業績はそんなに良くなく、8月に発表された第一四半期の決算では、販売量の減少や金属価格の下落、さらにですね、コスト面でエネルギー価格が上昇したことによって、前年比、そして通期予想も下回るペースで、減収減益という形になりました。やはりですね、金属価格、そういったものにね、影響されますし、通期の経常利益は、当初の予想通りとは言ってるんですけども、ただその手前の営業利益の減少要因を見ますと、触媒金属価格の影響でマイナス60億円、在庫要因もね、足を引っ張ってますんで、製品に対する需要、そして価格面とも、あまりいい状況ではないと思います。直近でも亜鉛の建物を3000円下げるなど、国際価格の下落に対応してますし、実際主力としている亜鉛や銅の価格も一時期より停滞しますんで、業績の減速は想像しやすいところかなと思います。自動車部品はじめ、リチウム用電池など、需要増大が見込まれるですね、製品を作ってますし、かつですね、海外売りも半分ほどありますんで、世界経済の成長自体は一定取り込めそうなんですけども、それでも減益だった点はちょっと心配です。ただですね、電子部品や電池にですね、使われる機能材料だけで見ますと、年間ではですね、売上利益とも増収増益の見通しではありまして、今はですね、セグメントとして、売上の 15% 程度しかありませんけども、金属価格等には影響されにくいので、ここは伸びてきて、長期で業績を引っ張っていけるかどうかが、今後の焦点になると思います。次の決算は、11月10日金曜日です。で、配当金のですね、方針を見ますと、安定的な配当を行うことを重視し、DOE、連結株主資本配当率 3% をめどに、配当を行うと言ってまして、利益に対する割合じゃなく、株主資本に対して、3% 割合で配当金を出しますと、そういった方針を発表しています。ただ直近のですね、減益で配当成功がね、90% になり、3期連続で増配してきたところで、今期はね、据え置きにしますんで、やや減速感は否めないかなとは思います。なので利回りが 3.62% ありますけども、今のところ減配こそはありませんが、私としてはあまり当てにしない数字ですね。株主資本に対しての配当の割合ですので、例えば大きく赤字を出した翌年や、財務的にですね、大きな出費があった時、そういったことがあれば減配にも気をつけていきましょう。ただですね、野村証券が買っているように、チャート的には一時期の高値よりね、だいぶ安くなって、しかもこの10月、相場は良くない中で、大きく上がってはいませんが、持ちこたえてはいますね。
まあ、決算は良くなさそうでも買われる何かがあるはずです。まあ、一つは製造に関わっているリチウムイオン電池はじめ自動車関連部品が世界シェア高く、さらに、ね、市場規模としても拡大しているという点。あと今でこそ、ね、停滞してますけども、相次ぐ戦争やそれから高金利によってこういったですね、金属価格が上がりやすい時代背景にはあるかなと思います。まあ、アイアンはそこまで伸びてませんけども、ゴールドなんかで言えば、まあ、この通りですね、長年右肩上がりでして、もうすでにですね、4年前の、ね、倍まで来てますね。しかも PBR は 0.88 倍と、まあ、まだまだ割安です。なのでそういったところで一時的に金属価格の下落など、まあ、業績の下押し要素はありますが、中長期的には追い風の材料が揃ってますし、まあ、それが一つ野村証券がですね、買い増しした要因にあると思います。大口投資家が最近買った株、その2が6976の太陽誘電です。太陽誘電はセラミックコンデンサーや記録メディアなどを販売する、まあ、日本を代表する電子部品メーカーです。製品は主にスマートフォンやタブレット、まあ、通信機器や自動車、まあ、産業機械など広くですね、使われています。会社の研究方針は世界初の商品を生み出すこと、特に強みとして小さく軽く、そして製造コストが安い、まあ、その上ですね、小型の需要が高い、まあ、高付加価値の製品が強みです。まあ、特に村田製作所なんかもそうなんですけども、自動車や電子部品に使われる小型のですね、積層セラミックコンデンサーに関しましては、太陽誘電の製品は世界最小レベル。まあ、さらに成長分野である全固体電池の開発なんかもしています。先にですね、チャートを見てしまうと、この通りですね、下落続いてまして、日本株がこれだけ高い中で、なんと下値割って年初来マイナス。配当利回りは 2% 台中盤なんですけども、まあ、直近2年間の株価としてはそんなに調子が良くなさそうですね。ただですね、野村証券がこの夏から買い増し続けてまして、8月2日、10月13日、10月27日、そして10月30日と、まあ、3ヶ月も経たないうちに株式の保有比率を 3% 以上、まあ、時価総額にして100億円以上ですね、まあ、買ってきている計算になります。まあ、先ほどの三井金属と同じく、直近はですね、あまり事業環境は良くなさそうで、まあ、製品売上高は各セグメントで、まあ、第一四半期はほとんど横ばい、まあ、販売数が頭打ちなのに加えて、まあ、受注残高に関しましても、まあ、この2年ほどで半減近くですね、減ってますんで、まあ、先行きもそんなに良くないですね。まあ、四半期ベースで見たときに、まあ、販売価格が大きく下がったのと、まあ、工場での生産量利用率を示す、まあ、総業の効果も大幅にマイナスで、まあ、やはりですね、 IT 機器や自動車というのはですね、ある程度サイクルがありますから、まあ、ちょうどコロナから昨年までが結構好調期で、まあ、その売上が一巡して下り坂、まあ、それが実際こちらのですね、受注残高にも表れています。まあ、一言で言うと、まあ、景気敏感株ですね。まあ、それでも配当金に関しましては、まあ、増配しない年もありますけども、まあ、基本的には前年を割らない水準で推移しており、配当利回りも 3% 近くて、配当成功もまだ 50% 近くで留めています。まあ、ただ5期連続で増配してきて、まあ、今期は久しぶりに、ね、据え置きということですので、まあ、やはりさっきの事業環境の悪化を見越した、まあ、配当金の設定のように思います。まあ、2021年の高値からですね、まあ、57% 下げてますし、もう PBR では過去5年で見ても、まあ、最安ラインなんですけども、一方ですね、減益によって PR は52倍。安いように見えて、まあ、まだ時代の様子に比べれば割高と、まあ、この下落の仕方を見てもですね、分かる通り、まあ、買い場を探るにはちょっと難しい、ね、形ですね。まあ、IR コメントを見るに、まあ、製品需要はですね、回復してきて、まあ、売上自体は前年とほぼ同じ、まあ、通期ではそのような、ね、予想をしていると、まあ、コメントはしてますけども、私としては正直その需要がどこまで戻るかというのは、まあ、今の段階では分かんないです。まあ、ただ得てしてですね、まあ、そういった不透明なですね、時期、まあ、そこがね、いい買い場になりやすくて、まあ、実際野村証券も8月の前半、まあ、10月の前半、まさに10月末も買い増しして保有比率を高めてますんで、まあ、おそらく何か業績が好転する材料があって、少し中長期かもしれませんが買い下がりをしているような、まあ、そんなイメージなのかなと思います。まあ、散々下がってる下がってるって話をしましたけども、まあ、うまくですね、乗れれば、まあ、2019年から21年まで、まあ、2年間で5倍というのもありましたので、まあ、景気敏感株で不利な現状だからこそ目をつけているように感じます。あと先ほど PR が上がっていてっていう話をしましたけども、まあ、利益が極端に悪化して PR も極端に上がる、景気敏感株でこの兆候が見えたときは、後から見ると大底の買い場だったということが結構あります。次の決算が11月の、ね、7日にありますので、おそらく数字はそんなに良くないんでしょうけども、まあ、受注高などの先行きや、まあ、通期予想がどう変わるのか、まあ、そういった点に注目して、まあ、今ですね、下げてる最中で落ちるナイフを、ね、拾うようなものなので、まあ、投資をするんであれば、ある程度ですね、反発を確認してからで遅くないかなと思います。大口投資家が最近買った株、その3が5101の横浜ゴムです。横浜ゴムは国内3位のタイヤメーカーで、まあ、世界で見てもタイヤ業界で6位、自動車、トラック、建設機械、農業機械に産業車両、スポーツ用などあらゆる分野でのタイヤ、ホイール等を生産しています。まあ、シェアが大きいのはもちろんですね、まあ、燃費に優れていたり、雪道や荒れた道でも問題なく走行できるタイヤなど、こういった高付加価値製品に強みがありまして、まあ、近年の売上、それから利益率の向上は、まあ、世界的にも評価されている高付加価値製品が引っ張っています。原材料であるゴム価格も上がってますんで、利益を押し下げるようになってもおかしくないんですけども、それでも営業利益率を安定して保ち、まあ、この通り増収増益を続けています。
配当利回りは 2.5% ですけども、まあ、この通りですね、まあ、年々配当を増やしてまして配当成功は 23%、まあ、増配余力もありながら時価総額4600億円に対して、まあ、現金がですね755億円と比較的キャッシュにも余裕があります。チャートを見ますと週足でこの通りですね順調に上昇トレンドをですね描いていまして、ボラティティは激しいんですけども、ただですね野村証券そして野村アセットマネジメントが今年の3月5月8月そして9、10月と、まあ、継続して買い増しをしています。直近の義務発生日が10月25日ですので、まさにですね9月の天井からもう急落したこの辺りですね、まあ、追加で買い入れているのが分かります。急落とは言ってますけども、まだ4月の下値ラインを保っていて、まあ、週足や月足で見ましても、まあ、押し目買いと考えれば、まあ、悪くない位置なのかなと思います。で横浜ゴムに関しましてはこの1年間特に大きいトピックが海外企業の買収です。まあ、2022年で平均して、まあ、自社の時価総額ともほぼ同じある資金3147億円をかけて、まあ、スウェーデンの農業用タイヤ大手のトレルボルグホイールをですね、まあ、買収しまして、まあ、これが今年の5月に完了しています。昨年はですねそれに伴う、まあ、費用の発生なのでキャッシュフローが一時的に悪化したんですけども、ただその買収効果はですねすでに、まあ、今期の、ね、業績にも現れてきていまして、しかも実際買収を完了したのが今年の5月ですので、まあ、決算月がですね12月であることを考えると、まあ、実質7、8ヶ月分の上乗せであって、まあ、来年は年間で数百億円単位で売上利益の上乗せが期待できます。まあ、今回のこの企業買収で、まあ、農業用タイヤにおいては一気にですね世界のシェア3位にまで上がってきています。配当に関しても長年減配しておらず、3期連続で今期もですね増配予定です。まあ、しかも先ほども言った通り配当成功も 23% なので、まあ、増配余地もありますし、まあ、現役者としても、まあ、配当金をキープする余力は十分にあります。まあ、野村証券がですね継続的にね買ってはいますけども、まあ、ただネックはこのボラティティの大きさでして、もう数年単位で、まあ、普通に株価半額から3分の1ぐらいまで落ちますし、直近ですね月足でこの通り大きな陰線をつけているのを見ますと、やはりですね大きめの下落期に差し掛かっている可能性は否めません。普通に半額になるとして、まあ、9月20日から半額としたら、まあ、株価1650円くらいまでは想定しておいた方がいいかもしれません。まあ、海外企業の買収に関しても、もうすでにその上乗せ分が、まあ、今年の前半の株価に現れてしまっているようにも感じます。まあ、PR や、まあ、PBR のラインで見ても、まあ、高くはないんですけども、直近の5年間で見ますと、まあ、もう少し安い位置で買いたい。まあ、資金が限られる個人であれば、まあ、そんな風に考えられるかなと思います。まあ、でも配当の継続性はありそうですので、まあ、例えば今の配当金額で株価1700円まで下がりますと配当利回りは 4% になりますし、まあ、昨年の夏ぐらいまではその水準でしたので、まあ、今後自動車や車両などの市況が悪化して、で業績が減速して、で株価がですね、さらに下がるようなことがあれば、まあ、十分に狙える水準かなと思います。まあ、なのでオーソドックスな株価市場で割安ラインを見ながら、まあ、配当利回りの目標ラインなんかも確認して、まあ、投資をしてみても面白いかなと思います。ただですね、この動画がアップされる頃には、まあ、結果が出てますけども、今週は日銀金融政策決定会合や、まあ、FOMC などがあり、まあ、非常に不透明な相場でもあります。日本の金利も上がってますし、決して株としては順風な状況ではないですね。なので、個別株の動向に加えて、地合いを見る必要がありますし、まあ、ただ、相場のですね、悪化期ほど、まあ、そこからの反発を捉えられれば、まあ、安く買えるのはもちろん、配当利回りも高くて、まあ、長期的な上昇を狙うこともできます。まあ、横浜ゴム一つ取っても、安値圏で買えれば軽く倍は超えますし、まあ、逆に高値掴みしてしまうと、まあ、その間含み損にして、機械損失になりますので、もったいないです。で、そんな暴落時期の見極め方、そして長期投資に向いたですね、銘柄選定について、チャンネルの公式 LINE の友達登録者限定で、無料で講義動画をプレゼントしています。まあ、相場の不安定材料にですね、まあ、うだるような下落が続いてますけども、まあ、高値でですね、掴むよりかは、まあ、明らかに有利な時期でありますし、まあ、今の状況だからこそですね、まあ、知ってもらいたいポイントが多数あります。LINE の友達登録、プレゼントはですね、無料で受け取れますので、ぜひ概要欄のリンクの方から LINE の友達申請よろしくお願いします。それからですね、本日の動画ですね、役に立ったなと、いいなと思った方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。もうあっという間に11月で今年も残り2ヶ月ですけども、引き続き役に立つ情報提供に努めてまいります。では、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。